どうもー。どうもどうもどうもー。やべえ。いくも。ダークモ。いくも。やばいっすね、まじ。<laughs> まあいいや。<laughs> はい、ということで、今回ですね。何にしようかな、テーマ。まあ、本、これちょっと本読んでてね。こうトマフィチさんの本があったんですよ。夢。 夢ちょっとタントルは考えます単で考えるんですけどこれちょっとたまたま少し読んでてその漫画本みたいになっててここで面白いのがあってちょっと読みますねあのー、なんだうーんこれどこら辺から読めばいいかな 例えばラーメン屋でラーメンを食べ,食べるのはあなたよりも上手な素材を料理し美味しく提供してくれます。お金そのものを運用するファンドもお借ます一般の人よりもお金を上手に使うのでお金を集めることができます。つまり主観的ではなく客観的に考えた方がいいでしょう。ということは自分がどういったものにお金を払いたいかを考えるということですか。それは非常に大切です。稼ごうというマインドだけではどうしても主観的になってしまいます。ですからどうやって商品やサービスにならお金を使いたいかというマインドを持つようにしてください。 しかしお金がないものない、お金がないものも問題ですが、人脈もありません。どうすれば人脈が広げられますかあなたの場合はサラリーマンのコンフォートゾーンに所属していると言います。コンフォートゾーン。すでにお金を稼いでいる自分の姿をコンフォートゾーンに変えるのです。フェイスブックなので価値のある情報を発信してください。そうすることによって勝手に情報や人が集まるようになります。人はそれぞれのコンフォートゾーンに合わせたコミュニティに所属しているす気をつけなければ。 ならないことは、まあ、ここなんですよ。気をつければ、気をつけなければならないことは。すぐに稼げますといった情報発信を追いかけないことです。大切なことは、大切なことは、自分で情報を発信することです。なるほど。なんだか気持ちが変わってき、いやそれは大切です。恐れずにチャレン、恐れずにチャレンジしてください。応援しています。ありがとうございます。はい。大切なのは、自分で情報を発信することです。はい。情報発信ですね。 まあ、トマベリさんってまあ有名してますよねあの。結構有名な方で本めちゃめちゃ出してるんですけどこれいつのだこれはいつのだろうこれは初版が初版が2013年ですね。5年前の本ですね。「立ち読みしなさい」「立ち読み立ち読みなさい」っていう。こちらの YouTube の下にリンク入れておきますので。 そうまあ、僕もね、トマベ地さんの本はこう僕がトマベ地さんの本が僕ね、1冊、まあ、トマベ地さんの本10冊以上買ったんですけど、まあ、一番良かったのがなんだっけな、トマベ地さんの米地、えー、悪用禁止。どれだっけな、トマベ地さんの悪用禁止。アマゾンで調べればいいかな。アマゾン これね、僕はこの本で衝撃を受けましたね。トマベチさんのやつは。とまべち悪用禁止。あ出てないかな。なんだっけな。ちょっと探しおきます。なんかね。トマベチ洗脳、洗脳洗脳。 洗脳なんだっけな洗脳洗洗脳あ洗脳力ですそう洗脳力この本めちゃくちゃいいっすよトマメさんのこの洗脳力2010年に出た8年前の本ですね僕はトマメさんの本に関しては僕はまあ10冊以上買いましたけどこの洗脳力2010年に出た単行本みたいなやつがあるんですけどこれね本書の悪用を禁じますっていうこれがね 僕はもうまあ全部入ってんじゃまあベチさんの本って基本的に切り口変えてるだけなんで本質大体変わんないんすよだいぶ、うん、だ切り口とかタイトルを変えていろんな形でねこうやってるんですけどもこの洗脳力で十分じゃないかなと思いますね洗脳力この YouTube の下に僕のおすすめのトマベチ本これはいいっすねしかもね中古まあ今新品でも出てないのかなアマゾンで中古 うん、中古で187円とかで出てますねアマゾンで一番安いの87円とかで出てますねかなりまあ8年前の本なんであれですけどうん一番高値が9400円ですね <laughs> 9400円で出してる人いるなでも一番安いのが87円今原稿で見てるやつだと洗脳力ですこれがすごく僕はもうイラマが始めました、ね、あこんな考え方あんなみたいな 多分ねこの洗脳力を読んだのが6年前ぐらいですかね、はい、6年前にもう勉強済みなんですけどたまたまねあのそこに本がありましてちょっと「あー,トマービスさんだ」みたいなでしかもその漫画だったんであちょっと読みやすいなみたいなそうだからね何にしようかなコンフォートそうそうそう,そう今,今,今日というか日付回っちゃったんですけど 久しぶりにお客さんと会ってそのお客さんが「コンフォートゾーン」っていうね単語を使ってたんですよ。でコンフォートゾーンってあんま使わないじゃないですか。で友道さんはその「コンフォートゾーン」っていう単語をよく使ってるんですけども、うんまあ、コンフォートゾーンって何かっていうとまあまあまあ自分の中かその固定概念みたいなものですよね。まあどこのコンフォートゾーンにいるのかどこの概念にいるのかみたいな、うん、まあまあざっくりなんですけど。<laughs> まあ僕もねいろいろとまあ勉強してきていろいろ体験してきて思うことがこのね今日ね露骨に若あのすごく僕自身も勉強になったのなったなぁと思うのがその僕はもう概念というかまあそ,のコンフそのゾーンがないんですよなんかゾーンというかもう、まあ、全部まあ結論宇宙みたいな感じなんですね考え方が。いろんな側面で見れるんで。であののー、今日お客さんと会ってその なななかなか行動ができいいっていうねお客さんと会ってまあいろいろコンサー2時間ぐらい喋ったんですけど逆に「なんでそんな考え方になるんですか?」みたいな質問をしてみたんですよ。え「なんでそんなこう考え方になっちゃうんですか?」みたいな「逆に質問していいですか?」どうしたらどうしたらそういう考え方になるんですか?」みたいなでその考え方をしてうまくいきますかみたいな。っていうなんか質問をしたりとかすごくも、まあ、んでったんですけども。 ほとんど僕も今まあこれからもねあの間違いなくいろいろとご質問いただくだろうしいろいろご相談いただくとは思うんですけどもあのなんだろうなみんなねブロックしてるんですねでそのなぜブロックされてるのかっていうのがすごくわかりました今日。でそのお客さんが言ってたのが要は十何年ですかね十何年そのサラリーマンというかあの事務職やったりとかまあ、仕事はちょっと転々したみたいなんですけどその。 うん、しそのまあ会社に勤めてで仕事をしてで言われたことをやるっていうしまあ大体会社勤めって言われたことを会社に言われたことをやるじゃないですかですよねだからその自ら考える自らチャレンジすることがほとんどないんですみたいなあなるほどねみたいなおまあそうだよねみたいな要は自分で考えて自分で何かこう生み出していくっていうのがその普段の生活でないんですよほとんど。 だってその例えばトヨタで働いてる人営業マンの方も別にそのトヨタのク会社がトヨタの会社が作った,会社が作ったそのなんだあ商品それを販売してるじゃないですかだからその営業マンが全部企画会議してなんかその新,新車を開発してるわけでもなくでその開発するってなった場合 その生産ラインどうするのかっていうところはもうなんか用意されたものを売ってるだけじゃないですかあとトヨタっていうブランドがあってそのブランドのあれに乗ってるだけじゃないですかだからなんかその会社が作ったたレールをだだだ歩いてるだけですよねだから自分で稼ぐっていうのはどういうことかっていうと自分で稼ぐっていうことは自分のレールを作っていかないといけないんですよそうですよね自分で稼ぐわけですから例えば僕はあのこういうなんかねジャージ 面白いな吉谷拓郎アホだなっていうキャラクターを作ってるわけですよ。自分の吉谷拓郎ブランド、ひもジャージなんだな,なんだそのジャージ姿みたいなね、なんだこいつみたいな。なこういうその人とは違った、要は違いを出していかないといけないわけじゃないですか。ね、例えば、スーツでね、こうなんか一生懸命やるとか、なんかよくあるパーティーじゃないですか、その金,か金持ってるぜみたいな、俺、金持ってるみたいな、よくある,あるパ,パターンですよね、金持ってるみたいな。くて 自分の路線っていうのを。作ってるわけですよね自僕の,そのこの発信の仕方でもちろんキモいなと思う人もいればあこの人面白いなと思う人もいるわけですよ。でここにもさっき書いてあったんですけどもそのなんだその <laughs> 気をつけなければいけな,らないのがすぐに稼ぎますとい,ういった情報発信を追いかけないここととでですす大切なことは自分で情報を発信することです。 要は情報を発信すると情報が寄ってくるよみたいな。わ、うん、かります実はねあのこれちょっと余談なんですけどまだちょっと検証してないんですけどもあのトップバズ <laughs> あの最近もう検証ちょっと適当になってるんですけどその9月末で9月末に3アカウントぐらい0.2円アカウントが全部下げられちゃったんですよ。うん で、まあ、新しいアカウントを作ってちょっとやってみたりとかしたんですけどなんかまあなんかルールが大きく変わったのかなみたいな。<laughs> でそしたらですね、まあ、この本に書いてある通り、そりお客さんからですね <laughs>「いや今トップバズこう,こうなったら0.2になりましたよ」みたいな情報が入ってきたんですよあ。今度検証しようかなと思うんですけどわかりますお客さんの方から情報が入ってくるみたいな。な吉野さんあのよ余談ですけどみたいな こうやったたら円に復活しましまあ、マジでみたいな <laughs> そう面白くないですかあのお客さんの方から情報頂けるっていう、うん、最初教える側だったのに教え,る教えてねまあその人はその人の30万10万か30万利益上げたのかなうんまあそんな感じなんですけどまあトップバズはねそれで検証していきますけどまた、うん、まあでも本当にねその情報を発信するっていうところはなんだろうなすごく僕は 思ってるあの思ったのがあ思ったというかこのうん2年ですかね自分で情報を発信して思うことが、まあ、情報発信いいよっていう <laughs> うん、なんかほとんどうまくいかない人で多分、まあ、このすぐに稼ぎますといった情報を追いかけてますよね多分追いかけてません自分で情報を発信するってことないですよね うん、そうまあちょっと着地点ないですねまあ今回着地点ないなこれねゴール設定よくしろみたいなこれ夢みたいな夢ゴール設定ちゃんとしましょうみたいな書いてあるんですけど僕ねでもねいろいろ勉強した結果ゴールゴール設定僕あんまないんですよ毎日ゴールなんでわ <laughs> かりますもう毎日ゴール毎日やりきるみたいその積み重ねでなんか過ぎちゃったみたいな なんかみんなその夢とか目標を立てるじゃないですかうんなんかゴールみたいなまあ確かにそれは、まあ、今日のね、あのー、コンサルしてた時も、まあ、その話はして一般的には僕はその話をするんですよまずはそこ僕もそうでしたから最初はそこだったんですけど僕はもうそこを行ききっていや別に毎日ゴール設定で毎日ゴールをやりきればいいんじゃねみたいになっちゃってだからその結構自分の中でその限界値というか限界を高めていくというか まあもちろんその僕も人間ですからできない日もありますけれどもなんかその動画に関してはその、うん、もうやれるもうばバ,バッてやっちゃおうみたいなだ今日もその、まあ、日付回ってますけどその、まあ、お客さんとそのコンサルして「いやもうちょっと対談取っちゃいましょう」みたいなもう対談取っちゃいましょうみたいな。で対談取っちゃってででその音声もねすぐこのまあその。 時時かからら半とかぐらいまででやったんですよでその後19時からもまた入ってたんですけどその間3時間ぐらいやったんで秋葉の事務所来て編集してもうすぐアップもうアップロードしてるんですよ、うん、アップロードしちゃってるんですねまあそのアップロードした動画あ,のあれもちょっとシェアしておきますねその女性の方と音声対談してるんですけどこの YouTube の下にリンク入れておきますでその2時間ぐらいまあその僕がまあコンフォートゾーンを外したというか なんかその、いろいろその概念をね、こう外してったんですけども。まあ、そうしたらね、発言する言葉が変わりましたね。グダグダ言ってないんでやれみたいな。2時間グダグダ言ってたお客さんなんですよ。2時間グダグダ言ってたお客さんなのに、2時間後。グダグダ言わず行動しろっていう発信になったんですよ。分かります。この、わかります。発信ですよ。情報発信。グダグダせずにやれっていう発信に変わったっていう。 うんあちょっとすみませんあのオチがないですねちょ腹減りすぎてやばいですオチないな今回オチがないな,な,いなまああのあともう一つ言えるのがそうそうそうお金に対しての勉強ですねをはした方がいいですお金に対してのなんか僕たちって その小学校中学校大学あ高校大学、まあ、勉強してきますけれどもお金に対しての勉強ってし,たしてきましししたお金に対てての勉強してないんですよねお金の使い方の勉強だったりとかお金の稼ぎ方の勉強ってしてなくないですかそれで稼ごうと思ってるっていうねなんか矛盾してませんなんか なんだろうな例えばあの数学勉強してないのに数学で100点取るみたいな矛盾してませんそれ矛盾してますよね数学勉強してないのに数学のテスト100点取る超矛盾してませんでもそれをやろうとしてるんですよお金,のお金の使い方も勉強してないお金の稼ぎ方も勉強してないなのにお金稼ごうと思ってるんですよ矛盾してませんだからこれは本当にね勉強した方がいいですよお金に対して。 別に俺は,俺は吉谷さんお金めっちゃ有り余って宝くじ六億賀当た,たっても優雅に暮らしてるから別にいいんだっていう人はいいんですけどまあ何かしらお金の悩みっていうのは絶対つきものじゃないですかうんじゃあお金に対して向き合っていかないといけないんですよ僕たちっていうのは、うん、だってねそのね今そのユニバーグは病院に預けてますけど猫飼うにしても病院連れていくお金かかる餌代猫か猫の命を その育てるのにもお金かかるわけですよ。病院でもお金がですよね。わかります。じゃ全部お金なんですよ。全部お金だからお金はもう絶対向き合っていかないといけないんですよね。なんかお金は全てじゃないっていう人は言いますけど。いやお金全てだろう。みたいなお金全てじゃないですか？この世の中、お金全てじゃないですか？お金があれば大抵できるんで。 だからお金に対して真剣に勉強する必要性があると僕は思いますしただだからそのお金が全てじゃないっていうところはお金をちゃんとかお金の知識だったりとかお金の自分の概念ですよね概念だったりとか稼ぎ方っていうのはしっかりとマスターした上での次のステージだと僕は思うんですよ。お金を稼ぐことができてない段階でお金が全てじゃないっていうのはそれはおかしいんじゃないかなだって家賃どうすんのみたいな。 現実問題家賃どうすんの水道管熱すどうすんのみたいな病院行った時お金かかるでしょうって話じゃないですかだからお金は必要なんですよねだからお金に対してちゃんと向き合っていかないといけないしお金を稼ぐっていうことはやらないといけないんですよでもっと上に行くとお金を稼げるようになってそのお金を運用して運用歴,歴だけでその生活ができるだそれもじゃあ投資を勉強しないといけないですよねお金を回すっていう投資を勉強しないといけないじゃないですか だからそれはステージごとお金については勉強必要だとは思うんですけど僕たちはもうお金はもうつきものなんでお金に対してのその勉強だからこの何だろうなだから勉強したら発信すればいいと思うんですよね僕なんかもう数行見ても発信してるんでもうこれなんか全部これ何ページだこれ200ページ以上250ページぐらいありますけど250ページ僕読んでないですからね もう3行4行べ見てあこれ動画撮ろうみたいなでもみんなそうじゃないですよねでここに書いてあるじゃないですか <laughs> ここにここに書いてありますよね発信しようぜってトマビジさんの本に書いてありますよ発信しようぜってトマビジさんは詐欺師ですか <laughs> のめちゃめちゃそのすごい あの大学博士ですよ大学博士は詐欺師なんですか違いますよねだってこれも書いてあるじゃないですか、うん、まあこの本もね漫画で書いてあるんで結構わかりやすく解説できてるんじゃないかなとは思いますけどねうん、うん、ここは面白いですねうん うん。あ、これも、これ、この漫画いいんじゃないですか。失礼します。よろしくお願いします。サラリーマンの方ですね。よろしくお願いします。早速お悩みを聞きたいと思いますが、どうされましたか。 営業の仕事をしているのですが仕事に追われる日々で給料も上がらず不安ばかりが募りこの先どうしていいのか分かりません家族サービスをしたくても疲れて寝てしまうし仕事に必死にやっても成績はダメでそんな時先生の方も知りこのままじゃダメだとコーチングを受けに来たんですなるほどよく決心しに来ましたねでは今まるさんは夢をお持ちですかえゆ夢何か欲しいものとか何でもいいんですよ欲しいものといえばお金ですがではいくら欲しいですか1000万くらいですかねと 小さいですね。もっと大きくでいいんですよ。1億円くらいですかね。そうです。大きくしましょう。しかし、貯めるどころかお金がなくなるばかりで、お金がなければ生活もできず、ご飯も食べられなくなってしまいます。お金がなくなると本当に生活ができないんですかお金がなくなり日本で餓死する人は本当にいますか確かに発展途上国で今も餓死はありますが、政治の問題です。実のところ世界の食料問題は解決してるんです。大訓練の話ですね。と。中小度を高くしましょう。と中小度。 これまあ、まあ、ちょっと難しい単語入ってますけどうんあとねあそう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 まあさっきね僕こ,ここの本でちょっとねその面白いなっていうのがあったんですけどそのお金がないイコールその ま僕今お金が全てっていう話したじゃないですか。でもじゃあお金が本当になかったら生きていけないのかっていうわけでもないんですよ。これ矛盾してるじゃないか吉しゃにって話なんですけど、あのお金がなかったらないでいろいろなことができるんですよ。だから俺知恵を絞るなんですけど、なんだろうお金がないんだったら知恵を絞る。まあ価値と価値の交換なんで自分でその価値提供すれば価値が返ってくるんですよ。 もともとお金って物々交換の一種の便利なツールでできただけなんでもともとその原始時代とかあれは、うん「俺魚取ったんぜ」みたいな「お前の肉くれよ」みたいな「おいいよ」魚食いたいから」みたいな,なこの物々交換の派生でお金があった方が、まあ、その利便性が高いからお金って貨幣がで,できただけでもともとはこの価値とこの価値を交換するっていうところから始まってるのは知ってますよね大丈夫ですよ。 そこを知ってないんだったら勉強しましまょうだから結局お金がなくても価値と価値の交換ができればいいんですよわかります価値と価値の交換ができればいいんですよそうだから実際僕ね昔やったことがあるんですけども缶詰くださいっていういうのをやったんですよ缶詰くださいっていうだからフリーコンテンツ作るじゃないですかであのー、そうこ来週会うんですけど来週会うんですけど そう来週会うんですけどその僕その,んその人から悩みをもらったんですねその人から悩みをで悩みをもらって僕はアドバイスをし続けたんですよ動画ででそしたら、あのーまあ、価値提供ですね別に無料で無料で動画をアドバイスし続けたんですそしたらなんか動画が返ってきて「吉田さんと今まで6本7本僕のために動画撮っていただきありがとうございます」と。 あの無料でねこんなコンサルしていただき本当にありがとうございますとお礼にちょっと何か送らせてくださいとみたいに来たんですよあじゃあ缶詰お願いしますみたいなあ缶詰来ましたね <laughs> はいであともう一つこれ余談なんですけどあの吉谷さんとあの今回その吉谷さんからあの動画でコンサル受けた内容に関して実践しますとで実践した内容実践して売り上げが上がったその半分ぐらいを吉谷さんの口座に入金します3ヶ月待ってくださいと 3か月待ってくださいみたいなあいでみたいなで僕はねすっかり忘れてたというか、まあ、入金ねえだろうなと思ったんですよで3か月後三か月後連絡来て「吉谷さん結果報告します」みたいな吉谷さんの言われた通りやったら、えー、1516万上がりましたとで半分入金しますみたいなはいあのお金来ましたね入金されましたでその、まあ、2年後ぐらいですかね来週の月曜日会います 吉谷さんあの寿司用意しておきます」みたいな「寿司来ます」「寿司来ます」「吉谷さんあのなんその人は生体をやってる生体というか施術もやってるんで吉谷さんあの通常うちで1万円ぐらいでやってる施術無料でします」みたいな「寿司もちょっと用意します」みたいな分かりますえっていうことは僕がやったことって何ですか価値提供というか動画でアドバイスするっていう価値提供じゃないですかモノポンとは。 じゃあお金がじゃあ僕がが僕なかっったととしてても価値を提供するることによってそういう還元があるわけですよねでもほとんどの人はこの価値提供の概念がないので情報発信だったり価値提供の概念がないのでなんだろうなうんくれくれなんですよくれくれなんですよくれくれなんですよ稼げる儲かる情報くれみたいなくれみたいな <laughs> その結果どうなってますその結果どうなってますその結果どうなってます,その,てますその結果どうなってんだ くくくれくれれ儲かる情報はなんだ本当に稼げるのかくれくれ無料でくれ、ねえー、くれみたいなその結果なんか人生うまくいってます多分ねあんまうまくいってないと思いますよほとんどうまくいってないと思いますよくれくれみたいな無料でくれみたいながそれ稼げんのか詐欺じゃないかくれくれみたいな無料でくれみたいな早く稼げるそ,そういうのは吉田にそういう話じゃないと。 も儲かるそ,の、ね、そ,そういうなんかもうくだらない話いらねえんだととにかく稼げる情報をくれみたいなうまくいってますなメルマガチェックなん俺違うんだかる情報うまくいってます人生あんまうまくいってないですよね多分うまくいってないと思いますよだって書いてあるじゃないですか <laughs> 書いてありますよね脳科学のスペシャリストが書いてあるじゃないですか 脳科学のスペシャリスト戸間菱先生が脳科学のこの博士号多分博士号を持ってんじゃないかな博士号を持ってんのかな機能脳科学計算言語学認知心理学分析学計算力学者計算科学人工知能カーネギーメイロ論大学士どう とにかくすごい称号ですねこれもう称号すごいですよね称号 <laughs> めちゃくちゃすごい称号ですよこれこれもう肩書きいっぱいありすぎてようわからんっていうねどうですかいやか書いてありますよ僕じゃないですいなのこの人すこのめちゃめちゃすごい肩書きの人がこの「数行」で書いてあるよね数行。 気をつけなければならないことはすぐに稼げますといった情報を追いかけないことです。大切なことは自分で情報を発信することです。これか書いてありますよ。大大丈夫ですよね。僕発信じゃないです。よ。書いてある書いてある書いてるい。証拠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 好きだよね。証拠ないとダメだよね。証拠証拠証拠ないと信じないよね。<laughs> はいあのこちらの本あのすごい人ですから僕よりも 1>, 1, 千倍1億倍すごい人がこう言ってるんでどうししたらいいでしょうか <laughs> まあとにかく、まあ、話はまとまってないんですけど、まあ、概念を捨てるってことですね、うん、あのうまくいきたいんだったらほとんどのブレーキほとんどのうまくいかない理由っていうのはその自分の固定概念あのうから抜け出せない、うん、あとはそのお金稼ぎたいんだったら価値提供 まあ情報を発信するっていうことですねそ。そう。まあその情報を発信するという定義はですね、僕のドリームアカデミアで、夢を叶えるドリームアカデミアで夢、夢夢夢を叶えるドリームアカデミアでね、めちゃめちゃ言ってますから、そのやり方は、ドリームアカデミア入りましょう来月ですね、値上げ、再来月また値上げしますんで、まあそれは別動画でね、また撮りますけど。 まあれか入れないっていう方はね今回の、えー、鹿児島でやったねあやついいんじゃないですか、うん、買ってないっていう方は今回買った方がいいと思いますめちゃくちゃいい内容ですまあ中級上級ですよ今回は中級上級者向けっていうまあセールする時はね中級上級者向けみたいな中級者上級初心者買わないでくださいみたいな感じでセールスしますうん中級上級者向けですみたいな内容めちゃくちゃ多いんで うん、初心者の方が買ってもちょっと理解できないかなっていうやつなんですけどめちゃくちゃいいです広告、まあ、今月中に販売しますんでこれはもともとね販売する予定だったんですけどねあのアップセルだけで出してて、まあ、今回はフロントで出すんでではあの、まあ、商品買わないっていう人はですねこちら有名どうでしょうか 買ってみた。これね、あの漫画本なんで読みやすいですよ。あの漫画本とあと解説がこう書いてあるんで、まあ全部読んでないですけど、<laughs> まあこれだけでいいんじゃないですか。もうここだけでいいんじゃないですかね。ここだけでこれ二百なんだ。これ二百あ二二二二あ意味深ですね。二二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 意味深ですね。二百二十二ゾロ目ですね。ここだけでいいじゃん。ここだけで。 気をつけなければならないのが、すぐに稼げますといった情報発信という情報発信を追いかけないことです。大切なことは自分で情報発信することです。222、はい、ページに書いてあります、ね。終わります。ありがとうございました。